Hello everyone, welcome back to Ogo Power. I'm Ogo and, well, let's beat down Lao Gui as good as we can. Wow, already? Wow, okay, that Mother Earth sure does hit like a truck. Okay. I'm the master of hiding stuff. Thank God, that could have hit a lot. Ooh, nice. Why does it have to be X? In your face, little. You know what? Okay, better safe than sorry. Well, who's gonna beat your What is that guy ever gonna Yakuza? He can't even hit anything with a gun. キリュウ・カズマか。なるほど。風間の頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造が。いつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を話せ。 お前が彼女を殺す気なら、とっくに殺してたはずだ。
先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根は完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか？そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけねえ男もいるんだよ。俺の父親は昔ある大義士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部大義士に持っていかれ、挙句の果てにその大義士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。ああ、はい。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会で真っ当に生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界で同じだったぜ。結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた大義士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。I guess Kazuma is he might be jealous of Kazuma because he could do what his father couldn't。 てめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。何とでも言え、これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を打つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだ、うん、だが風間も昔は東条会のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数だ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。殻の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて？あの風間の頭ならいずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために
立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の坂だ。The question is, what was the reason for it? だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。Oh, so he is also a dragon. 龍所ってのはおめえだけじゃねえんだよ。お前を殺し、風間を越えて、ほら、堂島の龍になる。うん、俺はそんな肩書きはいらねえ。だが龍は一匹でいい。ああ、お前の言う通りだ。付き合ってやるぜ、そのくだらねえ戦いに。 There can only be one dragon of Dōjima.Wow, that guy's fast, okay? I thought Arana would be the fast one, to be honest.Holy heck, that guy has a lot of health. Okay.Next. I knew it. Next fighting style, yeah.Ah, okay. No, you. So it's like fighting, Kiryu fighting with, against himself, or fighting against his own fighting styles.No, you're not, you little piece of something.
Okay. And also, mission complete. その一線越えちまったら戻って来られなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。He usually doesn't kill, right? Like Batman, making them like crippling thing and everything. 兄弟。But 踏みとどまれ。Not killing, usually. いつか。最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら、そん時は俺も一緒に越えてやる。だから錦。Although it would have been better to have killed him. そいつらを殺すのか、マジマ。当たり前。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかないやるんや。殺すんや。俺がこいつらを。誠の代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。He doesn't care. 感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大我が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は
自分の手が綺麗なままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだとそう気づく。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か？あの子を救うことにならん言うんやったらどないしてっちゅんじゃ。もう終わったんだ真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を？な、何言ってる。女が生きているのか。バカな。それじゃあ殻の一粒はあの土地はどうなった？堂島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえればあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅうんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日京連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ。あんたも俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。なんやと？ Of course they know。 佐川、島野の兄弟に
会いに来たのか。親父、おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。殻の一つば日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。You should take care, guy. Toshima might... Ah, Toshima. Majima might just shoot you. Majima. 親父、日教連のセラから電話を預かってきました。ほう。東上会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一つを近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな、真島。セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。That's what I call loyalty. せやったらお前。Is he gonna shoot him now? わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ。ただ、一つだけお願いがあります。西島の兄弟に、俺が謝っていたと。伝えてください。これがわしの答えや。セラに言うとけ。殻の一坪も近江の本部長もわしには何の関わりもない。親父、お前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やない、ほんまの天下の取り方をな。Well, he is right about that. 風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。かわいい子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。
Since this seems to be the end sequence and everything, I think I will put a cut in here and then let have it running its course in the next one. So I want to thank you guys very much for watching, and hope to see you again in the next episode. Bye bye.